今日紹介するのはボートです。このコーナーの取材をしていると引退を考えていたけれど鹿児島国体があるから現役生活をもう少し長く頑張ることができたという選手によく出会います。このボートでもそんな選手たちが登場します。またこの他に2度目の地元開催に意気込む選手などそれぞれの競技にかける思いに取材しました。川や湖などのコースでオールを漕いで競うボート、船の先端がゴールラインに到着した順序で勝敗が決まります。国体では1人乗り、2人乗り、5人乗りの種目があり、個人成績のほかその順位に応じて与えられるポイントで総合順位も競います。会場は鹿屋市の紀北ダムに特設されたコースとなっていて競技は4日間の予定です。県代表候補の選手らはこの場所で日々練習を積んでいて、特に青年女子の選手からは国体にかける強い思いが聞かれました。そういう国体の時にラストだって自分の中で思ってやってたので、今の段階ではもう鹿児島国体をラストにっていうふうに考えています。佐賀出身で県体育協会所属の片平優子選手、2年前の福井国体後に県からの誘いを受け現役生活を続けることを決意、強化指導員として選手の指導も行います。一度は現役引退を考えていた福井国体ではシングルスカルで8位入賞、原点は高校入学後に立ち寄った部活動の勧誘でした。実際漕いでみてその船の上を走る感覚だったり、自分が頑張ったら頑張った分速くなるっていうところに魅力を感じています。どういう形であれ自分が納得できるレースを恩返しできるようなレースになればいいなと思います。鹿児島国体を最後の舞台に、そんな思いでいる選手がもう一人。地元の人たちのためにも頑張りたいなと思います。県体育協会所属の植京美久選手です。出身は鹿屋市紀北町、実家は会場の紀北ダムから車でわずか10分とまさにふるさとです。本当は大学卒業してボートも辞めるつもりだったんですけど、応援してきてくれた両親、高校の時から指導してくれたその先生とかに声かけていただいたので、その人たちに形で恩返しできるように。金谷高校時代にボートを始めた植京選手、立命館大学時代には全日本選手権で2人乗りと8人乗りの2冠に輝きました。そんな植京選手が感じるボート競技の魅力は美しさです。2人乗りとか5人乗りとかになったら、みんなの動きが揃ってる時とか見た目もすごく綺麗だし、スピードも出て感動すると思うので、ぜひ見てほしいです。青年女子の注目選手をもう一人。2年前の福井国体で植京選手とペアを組み3位入賞に輝いた愛媛出身で金谷体育大学3年生の谷口千佳子選手です。父が高校の教員 でボート部の顧問をしていたので、ボートする環境が身近にあったんで、その部活についていくがてらに乗らせてもらっていました。それが始まりです。最初はいやいやボートに乗せられていたという谷口選手ですが、ボート部の顧問である父の支えもあって練習に打ち込み、選手として頭角を現します。高校3年時には地元愛媛で国体が開催され、少年女子の競技で3位入賞。卒業後は高校時代の恩師の母校でもある鹿屋体育大学へボート推薦で進学します。地元開催2回目 でしかも縁のあるこのまた鹿児島県で出れるってことは、なんていうんですかね、偶然でもあり必然なことだと思うんで、すごくそれをかみしめて頑張りたいと思います。大学でも
全日本選手権やインカレで実績を重ね力をつけてきました。第2のふるさと鹿児島国体での目標は、ボートが生きがいなんで、近づけてくれたボートでお父さんとかお母さんに恩返しができるのがボートなんで、もう優勝ですね。優勝しか見てないです。皆さんこうボートを始めたきっかけっていうのも様々で、また思いもそれぞれだと思うんですが、熱いですね。ね、あの皆さんいろんな境遇があるんですけど、そんな中でも共通してあの鹿児島や支えてくれた人たちへの恩返しがしたいというのを話していましたよね。またあの県体育協会の2人はあの今年度いっぱいまで後輩の指導という、大事な、ね、仕事も残っていますので、それまでしっかりこうやりきって、納得のいく現役生活にしていただきたいと思います。さて、ここでワンポイントでお伝えして、したいんですが、以前放送したカヌーの時にも紹介したんですが、このボートという競技でも地元でコースをより熟知しているというのは大きなポイントなんですね。オールで水を漕ぐのはこの水面に近い浅いところではあるんですが、この腕に漕ぐ時にかかってくる力というのは海上の水深の浅い深いであったり地形で変わってくるそうなんです。で、それに加えてこの吹いてくる風、これのタイミングを読んで勝負をかけるということで、フォームを、ね、あの熟知している選手はそこが強みでもあるんですよね。トップ選手たちならではの神業、ぜひ注目してみてください。